戦車突撃賞はナチスドイツの勲章。ワウイージの戦車突撃賞戦車突撃賞が初めて制定されたのは第一次世界大戦の時である。当店コップが頂点に置かれ、ドイツ発の戦車である A7V を月桂樹が取り囲んだデザインであった。第二次世界大戦が勃発すると戦車戦に参加する。 戦車兵の先行を称えるための勲章制定が決定され、バルタンホン・ブラウヒッチュの命を受けて1939年12月20日に戦車突撃章が設けられた。デザインはビルヘルム・エルンスト・ピークハウスによる。1940年6月6日には戦車突撃章が2つに分けられ、銀章と銅章が制定された。これにより、 戦車以外の装甲車に登場している人員も、勲章の授与対象に含まれた。上部にハーケンクロイツを持った和紙が描かれている。勲章の中央には、左から右にかけて戦車があり、その周りを白羊が囲んでいる。描かれている戦車は、縫合戦車。銀章は、戦車の社長や砲手、通信手などに与えられ、銅章は、装甲的弾兵連隊や、対戦車兵。 装甲部隊や装甲車に同乗して戦場に入った医療関係者など対戦車戦に関わった者に与えられた。戦車突撃賞は装甲師団師団長を通して申請、授与された。非難地化された戦車突撃賞25回戦争が長期化すると現行の戦車突撃賞のシステムでは正確な選考の反映は難しくなってきた。そのため、 打開策として1943年6月に25回、50回、75回、100回と新たに4つの等級が設けられた。戦車突撃賞の下部に25、50、75、100と記された小さな板がついた新たな戦車突撃賞が発行され該当するものに送られた。25回と50回は銀メッキ、75回と100回は 金メッキを施されていた。また、200回を記念した、戦車突撃賞が制定されていたとする文献も見られるが、実際に製造、授与された記録はない。回数が表記されている、戦車突撃賞は、描かれている戦車が、4号から3号戦車へ変更されている。1957年には、上部の和紙とハーケンクロイツを取り除き避難地化された。 戦車突撃賞が新たに設けられた。ABCDE パンツァーアサルトバッチ。セバスチャン・ビアンチ。2009年4月20日閲覧。ABC ・ウィリアムソンゴードンワールド・ウォーツー・ジャーマンバトル・インシグニアオスプレイ・パブリッシング ISBN1 から841763527ユニフォームズ・アンド・インシグニア。ジョージ・パラダ。2009年4月20日閲覧。 ありがとうございます。